色のついた面を内側にして折っていきます。まずは三角に半分に折ります。一度開いて90度回して、もう一度三角に半分に折ります。開いて今度は四角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。一度開きます。角を真ん中の折り筋に向かって折ります。裏返して反対側も同じように折ります。これを上から開いて正方形に折り替えます。角を1枚めくっててっぺんに向かって折ります。裏返して反対側も同じように角をてっぺんに向かって折ります。次にここをめくって上に向かって折るんですが、およそこことてっぺんの三角の長さが同じぐらいになるように折ります。大体でいいんですけれど、それをそのまま端を潰しながら横を開きます。このようにこれを裏返して反対側も同じようにめくって三角とここが同じ長さになるぐらいで閉じて、そのまま両側も開いて潰します。こんな感じです。これを横にして一度開いて、で真ん中の筋よりもちょっと上目に来るようにやや斜めに折ります。こんな感じです。これを一度閉じて、ここに合わせて下の紙も同じように折ります。そしてまた閉じて、次下側なんですが、これも最初に折ったのに合わせて同じ位置になるように折ります。下の紙に合わせて折ってそれを閉じます。閉じたら今度はその紙にさらに下の紙を合わせてもう一度折ります。そしてこれを閉じます。形を整えて、これでスーツパンツの完成です。